明日の試合に関しては、まずは、総力戦ということで、チームの総合力として戦っていきたいなというふうに思っています。120分の試合を考えると交代枠は5プラス1の6人交代枠も使いますし、明日の試合も、チーム全体で、試合をつないで我々が最後、その試合をものにするということをやっていきたいなというふうに思います。以上です。そうですね、まずは、日本は、日本がこのワールドカップで勝つためにというところ、自国のことを、指導者養成、育成のところ強化の部分も含めて、日本のサッカーが強くなる環境づくりということを、やってきました。と同時に、我々、日本サッカー協会、我々ではないですね、私自身はやってないんで日本サッカー協会としては、アジア貢献するということ、アジア全体のレベルを上げるということで、日本人の指導者を、いろんな、国に、派遣して、アジアの、国々のレベルアップに、貢献しているということをやってきています。そういった意味では、日本が、アジアのレベルアップに、大きな貢献を、しているというふうに思いますし、実際アジア全体のレベルが上がらないとこのワールドカップで勝つということはなかなか難しい中、我々、そして、韓国、アジアワークでいうと昨日も敗戦しましたけど、オーストラリアもアジアの戦いの中で力をつけているというところにおいては日本が、アジアのサッカーのレベル、を上げてこのワールドカップで、勝っていくだけの、力をつけている大きな経験をしているというふうに、思っています。それをこうやって今アジアの話を、質問で受けましたけど、隣の長友佑都、を含めて、日本人の選手たちが世界の舞台でこう戦えるということ、勝っていけるというところを、日本人の、指導者であったり、選手が自信に持つ、そしてアジアの指導者選手が自信に持って、大きな 夢や希望に、つながると嬉しいなというふうに思っています。まず僕自身はさっきも勇気ってあったんですけど、この最初のドイツ戦の前にみんなイタリア語でコラッジョっていうのが勇気という意味なんですけど、勇敢に立ち向かうっていう意味なんですけど、その言葉をみんなに、僕自身が大声で一人一人と握手しながらコラッジョを注入したんですけど、本当にコラッジョのプレーをみんなが体現してくれてる。それはもちろんスタメンから出る選手もそうだし、途中から入る選手、そして僕はそのピッチにいるときとベンチでいるとき、両方サインシャンとも経験させてもらったんですけど、このベンチの雰囲気もかなり良くてですね、本当に一丸となってチーム一丸となって戦えてるなっていうのを感じていて、これが本当に今の日本の強さだと。どのチームよりも一丸となって戦えてる、それが僕らの強さだと思うんで、明日も僕がもう今さらコラージュを伝えなくても、もうみんなもう持ってるその熱い闘魂で、明日はその熱いプレーを見せられるんじゃないかなと思うんで、皆さん楽しみにしていてください。勝ちます。
そうですね、僕自身も選手の個人のレベルは上がってるなというふうに感じます。で、森保さんがこの4年間でたくさんの選手を使って育ててきた結果がこの総合力につながってるなと思うんで、その選手の個人のレベル、今誰が出ても同じようなレベルで戦いができてますし、その強みっていうのはこの4年間で自分たちは得たなっていうのは感じます。僕筆頭に侍の話はよくしますし、世界でもよく侍ってね、日本人は侍っていうことを言われて、勇敢に戦う姿っていうのが皆さんも世界中にイメージができてると思うんで、その勇敢さを持って明日もそれを全世界に表現できる最高の機会だと思うんで、僕たちの侍魂を世界中の皆さん見ていてほしいなと思います。